ゆうすけくん、今日はお久しぶりです、皆様。お久しぶりです。今日はね、あのゆきえちゃんっていう女の子なんですけども、まあいろいろと面白い経歴を持ってるので、はい、ちょっとこれをカメラマンから引き出してもらおうかなと思ってます。わかりました。はい、え、じゃあ今日はもう早速どんどん質問していくんですけど大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい、じゃあゆきえさんですね。はい、はじめにお二人の関係は？もともとね、あの先輩の彼女をやったんですよ。はい、でその人に紹介していただいて、お店に遊びに行っていただいてから仲良くなりましたね。ちなみになんですよ、今回、なぜ YouTube に出てくれることになったんですか？で、私はちょっとこれから長いお勤めに行かなきゃいけなくなって、はい、うん、はい、なのでもう、まあ、出てもいいかなと、まあ、見れないっていうのもあるんですけど、帰ってきたらお楽しみで見るかな。なるほど。今から入るってことですか？そうです。そうなんです。いや、僕全然そんな風に見えなくて、かなり笑顔が素晴らしすぎて、いや、そんな感じに全く見えない。いや、もうこれからちょっと長く行ってきます。ちょっと、はい、長いですね。長くなりますね、多分。じゃあちょっとその辺を深掘りしてもいいですか？はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、いつから刑務所に入るんですか？入るのは多分11月末ぐらい。だからこれが放送される頃にはもう収監されてるかもしれないですね。うんうん。あ、そういうことですね。はい、はい、いないかな。11月30日、もう言っても時間もあまりないですよね。そうそう、ね、本当余命宣告を受けた人みたいな気持ちで結構過ごしてるかもしれない。約1ヶ月ですもんね。そう。だから今日ね、ちょっと僕の方なんですけども、ちょっと情報をいただいてて、うん、今回の、うん、でどういう風に接していったらいいのかという、その今日はもう深掘りしていきましょう。深掘りした。テンション上げた方がいいのか、ちょっと。上げてほしい。上げ、わかりました。了解です。ちょっと上げてるようにちゃんとします。君みたいな感じになってもありがとう。そうそうそう、はい、そう。わかりました。はい。じゃあちょっと聞いていきたいと思います。お願いします。はい。まあ、あのまだ決まってはないと思うんですけども、何年くらい入る可能性があるんですか？休憩は7年打たれます。7年。うん。もう帰ってきたら、もう。7。おばあちゃん。いや、ちょっと言葉止まってしまいましたね。ちなみに皆さんにもういくつだと思います？年は大丈夫ですか？あ、全然大丈夫。はい、何歳ぐらいに見えますか？いや、ちょっと上目に言いますね、うん、31ぐらい。ちょっとありがとう。本当にありがとう。僕が37なんですよ、うん、はい、いや、31ぐらい見えますよ。私、ゆうすけくんの一回り上。はい、そうでしょ。そうなんです。え、実はマジ同じ、フィフティ49ですね。49、もう50に近い。はい、になります、はい、実は、うん、で、7年。そう、だからもうやばいでしょ、帰ってきたら。大変ですよね、うん、ちょっともう言葉を失うというか。失いますね、はい、失っちゃいますね。いや、もうちょっと、はい。そこまず考えてない。いや、ちょっと、その質問変えようかなと思う。はい。今日もぐらい、いや、7年…実はとか言ってほしいけど、全然普通に、はい、7年ですもんね、はい、1年ちゃいますもんね。7年、7年、7年休憩だから6年。そのまま丸々食らったとしたら、もう…もう7年56出てるんですね。そうだよ、もうすごいやばいよ。言葉失います。いや、もうほんまに言葉失います。いや、軽い気持ちで来ちゃったんで。全然軽い気持ちで大丈夫。そうなんです、うん、はい。それでちょっと今日はいろいろ喋ってもらおうと思って読んだんですけど。わかりました。はい、じゃあ、あの、その7年、うん、あの刑務所に入る理由を詳しく教えてもらえますかね。あの、言える範囲で大丈夫なんで。うん、ちょっとね、自分でもちょっと調子に乗ってたっていうか、思い上がってたっていうか、まあ、大丈夫だろうみたいなので、はい、密輸なんですけど。密輸、はい。密輸って言葉が出ました。パワーワード。パワーワード出しちゃいました。はい。なんか、まあ、いろいろありますね、はい、って言っても、まあ、動物であったりとか、うんうん、薬物であったりとか、うんうん、はい、ちなみにどちらなんですか？あ、薬物の方。ケタミンっていうのを密輸しちゃいました、はい。まあ、いわゆる K って呼ばれるやつですね。そう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 、はいはいはい。そのケタミンはどんな症状になるんですか？それはなんかね、麻酔、なんか銅の麻酔みたいに知らないだけど言われてるやつで、はい、なんかちょっと少量入れただけでも、ふわふわする感じです。ただね、自分、ごめんなさいっていうのは、密輸しといてなんだけど、やったことないですよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そういうこと。密輸専門。専門って感じ。だからこんなに長いということなんですか？そう。そういうことなんですね。そう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 。ちなみに量はどれぐらいの量？量ね、そんなでもないの。なんか7年行く人って、私、もう
もうキロ単位キロ単位かなって思ったんですけど、113g なんだよね。ただ本当反省の色がないとか、まあ監目とかしてたし、完全目標ですね、はい、そうそう、だからでもうなんかこういう人間は長い間強制せずに入れるしかないと言われてしまい、その1回使う量ってどれぐらいなんですかね。へぇー、何をやってる人は、0. 何グラムとかあるじゃないですか、うんうん、どれぐらい使うんですかね。ちょっと僕も見たこともないんで、流しちゃうから。あ、もう、ゆうせくん見たことないんですか。ケタミンはないんですよね、はい、ケタミン意外と人気ないっぽい。そうですよね。作用的なのは何に、麻酔麻酔なの、近い、もうすごい強い麻酔。7年やばいよね。ショック受けてますね。なんでそんな、私もショックだけど、うん、ショック受けてる。いや、びっくりします。あ、だから僕もだから、まさかって思ってたんで、ね、久々に連絡したら、はい、あの、友達から連絡がありまして、あ、うん、ミケちゃんが持ってかれました、うんうん、え、何でっていう話になって、うん、だから薬物の密輸っていうのを聞いて、僕も意外すぎて、うん、え、やってたんですかっていう感じで、うん、なんかそういう姿は見せてなかったもんね。そうだ、ちょっと笑ったもんね。いや、全然笑っていいよ。基本の、はい、気のいいお姉さんって感じだったんで。いや、全く分からない、見えないですもんね。仕事は何、それがもう専門でやったんですか。いや、副業みたいな。私、なんかね、捕まる前は結構トレードにで本業をさせたいぐらい、うん、うん、パソコンの前でと、パソコンも iPad とかなんか、はい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 、はい、そうやってて。あ、そうや、それやってましたね。やってたよね、なんかそれでもちょっと、あの、また再会したきっかけもあるんですね。あ、そう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 、はい、ゆうすけくんもね。そうなんですよ、僕の仮想通貨が消えてしまったっていうのは、ね、持ってたらすごい、めちゃめちゃ億万長者になったんですけど、僕がちょいに、そう、はい、そうなんですよ、すごい太っ腹だから言ってる間にね、もう いらないみたいな。はい、まあまあまあ、仲いい先輩だったんで、うん、その先輩に全部預けてたんですけども、知らぬ間に先輩が売っちゃってて、僕の手元に残ってたら、ね、すごいことになった。はい、めちゃめちゃ買ってました。もうね、はい、もう脱落みたいな。そうですよね、マジで。そんな、まあ、でもその情報をくれたのその先輩やったんで、もともとこれ乗ってくれへん、ユース乗れへんかっていうので乗って、まあ、それがたまたま爆発したんですよ。うーん、で、まあそれが残ってたら僕はもう今更多分遊んで暮らしたんで。ユースケ君持ってないのって言ったら、なんか、はい、持ってないって言うから、みたいな。そう、いや、それ新情報です。僕知らんかった、全く。それがあればね、僕はもう遊んで暮らしてます。うん、多分日本にいなかったと思う。じゃあ、あの、今回が初犯ではない。ではないです。過去の逮捕歴はあるんですか。過去の逮捕歴は、前科前歴というやつですね。前科前歴、はい、日本は13年ぐらいっていう。どういうことですか。あ、海外で、中国で、中国でも捕まってて、中国はね、本当ね、日本とまた違って、はい、まあ、食べ物は本当に日本は素晴らしい、出してくれるよ。はいはいはい、美味しい、ね、美味しい美味しい。それは中のことですか。刑務所が中が、刑務所って拘置所まで行ったのね、はい、はいはい、で拘置所が30人部屋とかなのね。うわ、それで布団とかないの。なんかあるのは、はい、そう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 、なんかタオルケットみたいな、もうちょうど夏だったんだけど、なんか枕が岩盤浴とかにある四角になんかこう、はい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 、あれと硬いやつ、そうそう、渡されて、でも30人入ってきても、もうみんなパンパンなわけ、こういう感じ、ネットとかもそこの隙間に入れてもらって、そうそう、それは女子だけですよね、もちろん。もちろん女子だけなんだけど、でなんか何日かおきに部屋がなんかこれやっぱり、はいはいはい、分かる、なんかグループ分断に固まらないように、うん、あとなんかで、なんか余計なもの持ってないかみたいなことで、はいはいはい、で15人になったり30人になったりするんだけど、なんか普通日本だったら寝かしてくれるじゃん、夜、はい、ちゃんと、はい、規則、あの、まあ、9時に寝て正しいとか、そういうあれだ、はい、だけどそこはなんかで夜ね、あの囚人たちに見張りをさせるの、あの看守が寝てるところをチェックするんじゃなくて、はい、ここになんかね、ゼッケンみたいなのつけて、担当みたいな、その日の担当みたいなんですか。その日のっていうかね、毎日30人いても無理やりその部屋長みたいなとか時間作って、はい、夜中になると順番にこう起こされて、傍聴ですね、はいはい、そうそう、でこうね、2人立って、うん、寝てる人たちを見張るのね。それすっごい嫌で、寝たいな、なんかちょ、もう常に見られてる感じですので、そう、寝る時はね、もう監守が見張るんじゃなくて自分たちの力で見張ってっていうことをやってた、うん、そうそう、うん、すごい経験ですね。で、あとはなんかちょっと面白いのが、なんか日本の拘置所だとお菓子買
買うときに、なんか鉛筆でこう、なんか、わかる、なんかで、はい、チェックシートですね。そうそうそう、はいはいはい、それだけど、なんかね、すごい遅れてるとこと最先端なとこがあって、なんかね、iPad なの。iPad みたいなのが置いてあって、それでお菓子、その部屋に。すげえ。で、ビビビビって、なんか、向こうだと WeChat、なんかね、こっちと PayPay みたいな、そういう支払い方法だから、はいはい、現金持ってても買えなくて、結局なんかそういうの、その PayPay払いみたいなやつしかできないから、私お菓子買えなかったんで。チャージができるんですか、それは。囚人は、ね、囚人、チャージはね、もその入った時に持ってるお金だけ。はい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 。そうそうそう。それで結構いいもの、なんかちょっと、そんな、なんか飲み物の中にお花が入ってるようなやつとか、そういうのも飲めたり、あと、まあ、お菓子とか、まあ、お菓子のレベルはまあ日本と変わらないぐらいなんだけど、そうそう、ご飯はクソまずくて、そういう自由があって、うん、ただ中華料理出てくるの？中華料理じゃない、もう本当にやばい。なんかね、日本の本当ご飯が素晴らしく感じるぐらいやから、なんかね、なんかの餌みたいな感じで、まぜ、まあ、もう言い方悪いですけど、残飯みたいな。猫まんまみたいな感じですね。そう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 。シャワーがあって、もう部屋 の、 その30人部屋の中に、30人部屋やばいでしょ、こういう台があって、その下にこう衣装ケースが入るんだけども、そう寝るときはまあその下に寝るか上に寝るかみたいな感じで。なんかされたとかないんですか？いや、日本いじめみたいなの？なんかね、外人扱いじゃん。そうですよね。で、ウクライナの人とか、インドネシアの人とか、あとモンゴルの人とか、まあ、いろんな人たちがいたんだけど、組んでるんだよね、やっぱ。はいはい、国同士で固まってるか。私、日本人一人で、もうだからこっちおいでよみたいな、結構とか親切にしてもらえます。あ、なるほどなるほど。あと、テントの時に、その、イーヤー算数って、こう、はいはい、1番、2番、3番とかですね。そう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 。刑務所で言う。そうそう、それが、やっぱ外人だから言えないから、いつもなんかその、イーヤー算数ぐらいのとこにこう、テントになるとやり直しになるから入れてもらえて。あ、前の方に。そうそうそう。はいはいはい。で、なんか日本はなんかこう、正座みたいな感じだけど、はい、なんかこう、えなんか、一人ずつ座ってくる。テレビとかはないですね。テレビあるあるよ。あ、あるんですか。なんかこういう液晶のが置いてあるの。で、朝と夕方と両方入れるんですか。ドラマ入れるの。なんかその辺はいいんだけど、ただトイレはなぜかこうオケで作って流すスタイル。台も小も。台も小も。ポットン便所。あ、ポットン、そう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 。ですよね。そう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 。それはちなみにどれぐらい期間入れたんですか。それはね、20日ぐらい包丁。なんかね、留置所もタバコ吸えた。まあまあ、そうですね、昔の、まあまあ、昔の、そうそう、はい、なんかこう、金網みたいな、すごいタバコの大きさしか入らないところがあるでしょ。はいはい。そこに、なんか取り調べのケージがこうタバコを入れてくれて、火をつけてくれて、それで、向こうで灰皿持っててくれて、すごい。そうそうそう。新しいの。ちょっと聞きたいのがね、その、言えたらいいんですけど、うん、捕まる理由みたいなのは、そうですね、罪名は20日ぐらいだったんで、それちょっとなんか大麻とか置いたしちゃって、はい、それも薬物で判断ですね、うん、海外やったら怖そうですけどね。そう、なんか死刑になるとか、どうなるか分かれてるもんね。そう言われてたけど、怖い怖い。まあまあまあ、まあ、それはね、帰ってくれたし、その後も中国とか別になんか制限はされない。そう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 、行ったり来たりはできるし。それ何歳の時ですか。ちなみにそれ2019年かな。そうか、4年前です。え、最近です。結構、私の中では日本のがめっちゃ空いてて、はいはい、逆に日本のこれから行くから事情を教えてほしいけど、テレビが前、日曜日しか見れなかったの、毎週。はいはいはい。今もそう。刑務所は夕方の5時半ぐらいから見えます。嘘。はい、平日でも。変わったんだね。から、8時半、9時までか。ギリギリまで、8時55分ぐらいまで見れます。なったね。ただ女子が一緒なのかどうかはちょっとわからないですね。エゴリー見てました、いつも。見て、はい。すごい。こんなことあったんや。あ、見れるんですね。そうです。ほんで、相撲がやってる時はもう5時くらいかな。5時か5時半くらいからもう相撲がずっと流れてる状態です。チャンネル変えたらダメなんで。僕はもうそのイメージしかない。僕は入ったことないんであれなんですけど、そのイメージしかなくて。国民なんでね、日本の。あれはちょっとつけたまらかみたいに。あとはもう日本でも過去に捕まってたみたいな。そう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 。全部薬物じゃないですか。薬物自販だね。それも全部売ってるんだ。薬物じゃないやつも。そうそう。なるほど。もう壮絶な人生やと思うんですけど。女版ナルコスみたいな感じかな。笑っていいんですか。これほんまに迷うんで。全然。ちなみに出会ったのは僕1
回目の刑務所出てきて、あ、6年、7年ぐらいか、そう出てきてから、いかつかった、いやいやいや、今すごい、もう柔らかいお兄さんになってる。中国4年前って言うんじゃないですか。そうだから僕と出会う前ですか、出会った後ですか。出会った後なんですね、うん、2019年ですね、うん、じゃあもうあのかなり壮絶やっていうのが分かったんですけど、どういう人生やったとかあります？簡単にでもいいんですけど、まあ、どういう子供でみたいな、どんな感じなんやろうと思って。いや結構子供の時はおとなしかったし、なんかでもイメージ分からないですもんね、見えないじゃないですか。全く見えないですよね、普通の可愛らしい女の子っていう感じですよ、はい、本当で人みたいに、はい、実物で実物で見るともう透き通ってる感じで見るんで、はい、ありますね。いやもうこれから長いところ49には見えないですもん、本当に。いやいや、ありがとう。容疑者の20代やってますね。あ、なんかね、捕まった時は容疑者年齢25歳で、あ、ですよね、も何も喋ってないから。でもだんだん交流、10ヶ月ぐらい交流されてたから、だんだんなんか年相みたいになってきてたよ。肌も綺麗でね。いや、こんな人生波乱万丈ではあったけど、儲かったのは儲かったんですか、お金は。まあマイナスだったらやらないもんね。まあ、まあ、そうそうだけど、マイナなんかいろいろトラブルとかもあるし、うん、トラブルになったらどうするんですか。そっちのうちの人にお金を払ってとか、そうです。あ、そういうのもある、ある、全然やった、うん、まあ、でも来た時払いみたいな感じだったので、来た時払い、あのもう届いて、はい、無事に安全に届いたら払うみたいな。あ、なるほどなるほどなるほど。じゃあそれからと途中で税関とかで上げられた場合は向こうの責任やしって感じですね。はいはいはい、大丈夫ですか、こんなに喋ってしまって、ねね、そこを心配しだしてます。この動画を上げるのは裁判が終わってからなんで、まだ今裁判中なんです。その後やったら大丈夫なんですよ、いくら何が。まあ別にも事実は変わらないので、あ、そう、はい、判決を下された場合も法廷で裁判が決めた罪がもう罪になるので、その後で実はやってましたでも変わらないです。あ、そういうことですか、はい、うん、なので OK。 こんな明るいのはほんま不思議で、いや、そうそう、あと1ヶ月ですもんね。だって自分に置き換えたと、まあ、でもね、いや僕も分かるんですよ、あの、はい、2日前ぐらいまで余裕なんですよ、収監される。僕も保釈なんかも出てるじゃないですか、2日前ぐらいまではいつもと変わらないような生活で、2日前ぐらいから、あ、持っていくものを買っていこうみたいな、うん、そうそうそう、全部用意しとかなあかんものを先に買っとこうって感じで、ちょっとそれ教えてほしい後で、はい。ほんでもう当日出頭せなかった、当日はもう地獄です、はい、逃げようかなっていう気持ちになります。いや、本当に夜ですね、まあ、寝る前とか、まあ、でもそこからイライラして寝れなかったりするんで、想像したんですよね、はい、もうだから明日の朝起きたらもう行かなあかんっていう状態の時に、やっぱり今逃げようかなとかってなりますよね。私も思ったよ、一回。なんか海外も保釈の許可で行っていいのね。それで一回タイに行きたいって、はいはいはい、そしたらあの、まあ、弁護士にどういう理由で行くんですかっていうか、ちょっと最後の思い出作りに行ったら、はいはいはい、ちょっと思い出作りなんか降りないと思って。いや、そうですよね。うん、いや、もうほんまに多分経験した人しか分からないと思うんで、その感情は。だから僕もほんま軽く変なこと言えないなと思って。いや、どうぞどうぞ。じゃあこれちょっと聞いていいですか。あの、まあ、今から入ると思うんですが、今はどんな心境なんですか。今、いやね、本当にその前に10ヶ月ぐらい交流されてたから、もう出た時すっごい嬉しくって、でも。まあ、これから行かなきゃいけないから身辺整理しなきゃいけないなっていうので、結構そんな感じで毎日を過ごしてるのかな。で、あとは息子さんも行ってましたよね。そう息子さんはどっちでした？24か今、うん、そう、息子さんからも連絡いただいたんですよ、うん、そうなの。なんかね、あのゆうすけくんに伝言してて、はい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 、接見禁止なんだけど、これ言っていいのかな。うん、大丈夫だと思います、うん、なんか弁護士の人がこうやってくれて、そこ咲いてはるんですね。そうなんです、そうなんです。で、なんか今回の保険で結構まあ迷惑っていうか、いろいろ動いてくれて、本当に少しでも刑軽くなるようにとか、すごい法律の勉強とかしだして、とうとうなんか俺出てきたら弁護士になって待ってるぐらい親孝行発言までしてくれて、まあね、まあなれるかわかんないけど、そういう気持ちは、はい、ね、うん、嬉しいなと思った。いやー、それでほんまになってくれたね。ねー、なんか7年ですよ。めっちゃ引っ張りませんから、ね、いやもう私もびっくりしたよ、嘘でしょみたいな。そうそう、ではあのまだ違う質問していいですか。あの、入るまで何かやっておきたいことはありますか。いやー、もうだからやっぱりね、今回捕まって保釈金とかもそうだけど、友達
ち出してくれたり、みんなかき集めてくれて、もうすごい本当に友達に支えられて、はいはい、もう本当に人は高がって感じで、はいはい、でやっておきたいことって言ったら、やっぱりその会えなくなる人とかには会っておきたいなと思って、信頼性ですね。本当に毎日毎日来てる、はいはいはい、なんか美味しいもの食べたいとか思うんだけど、意外とじゃない、咀嚼中。確かに。食べまくった？いや、食べてないですね。じゃああと何が一番辛いですか？やっぱり自由を奪われることは半端ない代償だよね。すごいストレスですね。すごい代償。ね、当たり前の生活ができなくなっちゃうからね。しかも女子刑務所とかっていじめとか激しそうじゃないですか。結構ネチネチしてるよ。ですよね、うん、しかも見た目動きいいから若く見えるじゃないですか。そうですよね。まあね、絶対舐められるんですよ。舐められやすいタイプ、はい、絶対、うん、でも前傾も行ってるしね。あ、うん、穏やかに過ごしてるから、うん、あと長いとなんか長くなってくると年功序列みたいになって、はい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 、居心地が最終的にね、うん、はいはいはい、前回三塁バッジで終わってるから3級。ああ、なるほどなるほど。今度1級とかになれる気がする。青いバッジつけるかもしれない。そうです、おとなしくしてる期間が長ければ、うん、級が上がっていったりするんですけど、そうなれば、僕ら類、何類って言うとったんですけど、類が上がっていけば手紙の回数が増えたりとか面会の回数が増えたりとか、うん、制限がだんだん柔らかくなってきます。僕がちょっと聞きたかったのは、よくある解釈法みたいなのあるじゃないですか、うん、あれはどうだろう、もう関係ないんですか？ちょっと短く、満期はないと思いますね。その反社会的勢力の人間、例えばその組織の人間であったりとかはもらえないんですけど、そういうのはないですよね。うん、一応そういうのではないです。全然あると思います。真面目にしてたら、はい。形上はそういう感じ。はい、何も聞こえてないです。じゃあ、対策もらえるように頑張るんだけど。ね、頑張るな。ちょっと同じような質問があるかもしれないんですけども、現在、今、反省とか後悔はしていますか？してますよ、めちゃめちゃ。めっちゃしてますよ。まあ、うん、そうですね。だからイゲちゃんが密輸したやつをそのまま流した人がいろんな人に売られる、末端まで。うん、だそういう、その数の人間がダメになっていくわけですよね、多分。そう、そういうことしてる。ですよね。全く悪いことを、まず大元みたいなもんですね。そう、あ、そう、こう見えて。こう見えてすぎですよ。普通にあれでも職質が絶対されないでしょ。されない、ね、されたことないでしょ、うん、めっちゃ大人しそうなお姉さんですよね、だって、うん、でも海外行くとなんか変わるの。それは海外で体に入れるからですか？あ、体には入れない。私、そうそう、使用とかはないよ。今回も何も本当に国際的な麻薬なんちゃらなんちゃら長いやつ、うん、大丈夫ですか？そう今回ちなみにどこの国から？あ、今回はオランダ。オーラハンド、うん、オランダとか、はい、そうそう、やっぱポルトガルとかイタリアとかいろいろ変わるんだけど、それによってね、なんかそういう出会いがいたから、うん、やりました。やりました。やりましたよ。私がやりました。私がやりました、はい、じゃあこれも残酷かもしれないですけど、うん、残酷規定論の、いや、出てきたらやりたいことはありますか？いや、私でも本当にもう出てきたらすごい年だから、さすがにもうやらない、それは。はいはいはい、でもうやっぱり老後のこととかもう考えちゃう年だから。考えてるんですか？こう見えて、それでだから一応もう長いしロングみたいな感じだから、資格とか取れるじゃないですか。短い系だと取れないけど、セミロングぐらいですもんね。セミロングぐらいですもんね。セミロング、10年超えたらロングって僕ら言うんですけど、そうそう、はい、セミロング、はい、セミロング、うん、笑っていいのかも。ダブルぐらいの差があるぐらいの、ね、そう、まあ、資格とか取れる人の系の長さではあるから、まあもちろんそうですね。それはちょっとやっとこうかなと思って。職業訓練とかで、そう、違う刑務所とか見てるんで、多分気持ちは全然楽だと思います。あ、ね、もうそれは嬉しい。やっぱ刑務所変わるとね、はい、移動の時でもやっぱドキドキして嬉しいんで。うん、はい、も移動したんだ。いや、僕してないんです。僕はもう何を受けても受からなかったです。絶対受からしてくれなかったです。そこが悪いんです。でもみんな羨ましかったんですよね。だから行ってる人間が、うん、うわ、またいつ行くんだろう。しかも一緒のやつが選ばれたりするんですよ。なんか1回目成功したやつが、うん、こいつはもういけるって親父が担当さんが組んで押してくれたりする、はい、だからそいつばっかり言ってるとか。へ、
たいな。そう見てて嬉しい、羨ましいなとは思ってます。じゃあね、今あのこの動画を見てる方に多分壮絶な人生だったと思うんですけども、なんか一言あればお願いしたいんですけども、母が一番です。間違いない、もう悪いことはしちゃいけない。そうです、今こうやってほんまに平常心保ってますけど、多分1日前とか見たらもうほんまに多分地獄のようにされます。うん、ね、だからこの動画を見て反面教師にしてください。そうですよね、うん、だから悪いことやったら絶対捕まるんで。そう、ほんまに何て言っていいかわからないですが、ほんまに頑張ってください。ありがとう、うん、でも本当になんかね、裁判を私に来てくれたりとか、あの写真とかすごい、本当にすごい恵まれてて、そういうか、ゆうすけくんの本も差し入れで入ったよ。何ですか、うん、もうめっちゃ読んで、はい、私何回読んだんだろう。面白かった面白かった、めっちゃ読んだ。なのであのおすすめです、あの入る人が。ということはこの動画はもう見れないってことですか。そうだね、帰ってきたら見せる。あとはなんか友達とかが手紙とかでちょっと送ってくれると思う。あ、写真をね。そうでも僕も刑務所出てまだ5年経ってないので、うん、僕の写真自体が入らないかもしれない。本当に、はい、わかんないけど見れたらいいなって感じ。ユースケ君はもうありますか、一言。いや、ほんまね、ちょっと僕もショック、それ聞いた時ショックで、どれぐらい打たれるんだろうな。でもまあせいぜい3、4年かなって僕は正直思ってたんで、それがね、やっぱ7年に聞いて、かける言葉をあの、ね、探してるというか、うん、はい、もうほんまにでも、体にだけは健康にして、一日でも早く帰ってきてほしい。そうそうそう、はい、健康で帰ってきたいよ、やっぱ。ね、もう50回ってたら、やっぱりそのね、年をね、僕も20代と30代のつなぎ目が中やったんで、めっちゃなんか、どっとショックなんですよ。やっぱね、きついよ、なんか、ね、年の長生きはきつい。若い時の方がいい。長期は若い時に行った方がいい。ね、いい感じですよ、皆さん。いい感じですよ。いい感じですよ。本当に反面教師、反面教師。ぜひもう出てきて、動画見てください。うん、動画見て、もうちょっと真面目に。あの頃若かったねって言いながら。まあ、本当だよ。もうね、飲むのも、はい、ね、また会えるの楽しみとか。はい、こちらこそでございます。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。